古着屋シミどうもいらっしゃいませ、古着屋シミです。本日はこちら IPFU 完全版です。こちらのですね IPFU ほぼ全サイズ集めたので、そちらをちょっと着比べていこうかなと。サイズ感わかんないっていう方のための完全保存版動画にしたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまずですね、着る前にこのジャケットどういうもんかっていうのをご紹介するんですけれども、アメリカ陸軍で使われていたトレーニング時に着るジャケットですね。で、このジャケットかなり作りが良くて、使われている素材も非常に頑丈なナイロン素材が使われています。なんとなく頭の中に浮かぶナイロン素材のジャケットって、こうペラッとしたものをイメージする方多いんじゃないでしょうか。おそらくですね、このジャケットの素材を触ったことのある方は一発違うなっていうのを分かっていただけると思うんですけれども、非常に使われている素材が頑丈です。厚みのあるしっかりとしたナイロン素材が使われていて、でこちらの裏にはですね、湿気を通すベンチレーションなんかも取り入れられていて、こう身動き取りやすいように、こう首周りぐるっとこうダーツが取られていて、非常に考えられたジャケットでですね、これ見たことあるけど着たことないやみたいな、あ、ナイロンジャケットやでしょっていう方にですね、一回着てみてほしい、触って体感してみてほしいっていう気持ちも込めながら、ほぼ全サイズ揃えましたので、こちらを着ていこうかと思います。で、全サイズと言っているんですけれども、全サイズとは何ぞや、こんなにいっぱいサイズあんのかいって思ってると思うんですが、全サイズと言いましたが、ほぼ全サイズで、全サイズではないです。で、これの内訳なんですけれども、 S、M、L、XL っていうまずベースの大きさがあります。で、その中の丈感、ショート、レギュラー、ロングっていう丈があります。まあX ショートとか X ロングっていうのはあるんですけれども、今回はですね、ショート、レギュラー、ロングに絞ってます。ですので、スモール、ショート、スモール、レギュラー、スモール、ロング、ミディアム、ショート、ミディアム、レギュラー、ミディアム、ロング、ラージ、ショート、ラージ、レギュラー、ラージ、ロングで、エクストララージショートっていうのが見つからなくて、かなりレアサイズで見つけられなかったんですよね。で、エクストララージ、レギュラー、エクストララージ、ロングっていう大きさで揃えましたので、それぞれ着ていきたいと思います。かなりですね、 SML っていうサイズ感もさることながら、そのショート、レギュラー、ロングっていう違いでかなり別物のジャケットになりますので、そこら辺をちょっと見ていただけたらなって思います。で、最初に説明なんですけど、私が身長170ないぐらいで、本日は分かりやすいようにブラックデニムと白いスウェットでやっていきたいと思います。まずはこちらですね、スモールショートです。開けて着るとこんな感じ、締めてみます。締めて着るとこんな感じで、こちらがスモールレギュラーです。開けて着るとこんな感じ、締めてみます。締めて着るとこんな感じです。全然先ほどとは印象が違うんじゃないでしょうか。続きましてこちら、スモールロングです。開けて着るとこんな感じで、締めてみます。締めて着るとこんな感じ、かなり印象変わると思います。で、このナイロンジャケット、ショートはハマりそうだなっていうのをなんとなく想像できるじゃないですか。意外とね、ロングもかっこいいんですよ。これ今ロングを締めてペロッと着ていますけれども、これをね、ゴムになってるんで、ウエストのところまで上げてグッと引いてもこんな感じでかっこいいです。で、開けて着るとですね、このような形で結構長いんですけれども、ちょっと着丈の長いシャツ系、特に寝るシャツなんか、そういうものとの相性めちゃくちゃいいのがこのロング丈ですね。じゃあ次 M サイズ行ってみたいと思います。はい、ということでこちら M ショートです。さっきのはスモールロングだったんですけれども、なんかさっきのスモールなのにこっちの方がなんか小さく感じてしまうみたいな感覚にも陥ってしまうんですけれども、これは M ショートです。じゃあ次締めていきたいと思います。 M ショート締めて着るとこんな感じです。やはりですね、短丈はこういうナイロンのものにかなりハマりますね。すごいいい感じだと思います。こちらが M ショート。続きまして M レギュラーです。開けていけるとこんな感じ、締めてみます。 M レギュラー締めるとこんな感じです。僕に一番合ってるのはこの M だと思うんですけれども、この M レギュラーがですね、なんかこうよく見える形っていうイメージだと思いますね。次ロング着てみたいと思います。はい、ということで M ロング着てみました。こんな感じです。全然印象違いますよね、さっきと。締めてみたいと思います。締めるとこんな感じ、かなりですね、こうお尻がこのまま収まるような形ですね。こうやってまくってポッとこういう風に着てもいいと思います。これさっき寝るシャツとかと合いますよって言ったんですけれども、一回寝るシャツと合わせてみたいと思います。はい、ということで寝るシャツの上に着てみました。今ね、スウェットの上に寝るシャツ着て、その上にこちらを着ているんですけれども、こんな感じです。これ絶妙じゃないですか、丈感マジで絶妙だと思います。このちょっと出る感じとかね、こういう雰囲気です。ロング丈良くないですか。こういうですね、シャツ系に合わせるんだったらロングありだと思います。で、寝るシャツの丈ってもうちょっと長い丈感のものもあると思うんですけれども、もうちょい長い丈感でここダラッとね見せてもかっこいいかなと思います。僕の中で寝るシャツとの相性一番いいのはロング丈かなと思っています。じゃあ次 L 行ってみたいと思います。は
い、ということでこちらラージショートです。私身長170ないぐらいなんですけれども、このジャケットのいいところはですね、ちょっと大きくってもいい感じにはまるんですよ。これも全然違和感なくないでしょうか。ちょっと前締めてみたいと思います。こちらがですねラージショートです。はい、ということでこちら L レギュラーです。やっぱねレギュラー丈はなんかこう見覚えがあって安心感がある、間違いない感じっていう気がしますね。ちょっと前締めてみたいと思います。前を締めるとこんな感じ、普通に着るような感覚だとこんな感じですかね。こちら安定感抜群 L レギュラーでした。はい、こちら L ロングです。完全に印象違いますね。全然別物のジャケットと言っていいぐらい印象が変わります。ちょっと前締めてみたいと思います。前を締めるとこんな感じ。これはなんか上に上げるとかじゃなくて、あ、上に上げてもかっこいいか、上に上げてもかっこいいな。けどなんかこうベロンとこうケツ下にさ垂らしてこうやって着てもいいんじゃないかなと思います。まあ、女性なんかもこの丈感いいかもしれないですね。次 XL 行ってみたいと思います。で、続きましてはこちら XL レギュラーです。すいません、XL ショートが見つからなくてちょっと無理だったんですけど、XL レギュラーでこんな感じ締めてみたいと思います。締めて切るとこんな感じです。やっぱこのジャケットのいいところはですね、でかく着てもかっこいいっていうところですよね。次行ってみたいと思います。はい、ということで着てみました。こちらはですね XL ロングです。すごいですね。かなり大きい人が着ていたんじゃないかなと思うんですけれども、前締めてみたいと思います。前締めるとこんな感じ。ということで以上全部着てみたんですけれども、本当にサイズによって丈の長さによって全く見え方が変わるのがこちらの IPFU ジャケットの面白いところだったりします。これもですね、僕 XL ロング今着てるんですけれども、これで着てたらさんって思いますよね。えみたいな、見覚えないぞあの形みたいななると思うんですけれども、そんな形でですね、かなりこのサイズ感によって見え方が変わるのがこちらのジャケットです。どうでしょうか、何かですねこう自分に合いそうなっていうか、あ、これ良かったなみたいなのあったでしょうか。僕個人的にお気に入りとしてはさっきのですね M ロングと L ショート、あとはもうベタなんですけれどもミディアムレギュラー、このあたりが多分僕にはハマるようなサイズ感だと僕は思っています。こういう着方もありだと思うんですけれども、そこら辺は自分の持ってる洋服とかとどう合うのかなっていう考える人との材料になればと思います。ということで以上になりたいと思います。ちょっとですね欠けていたサイズとかあったんですけど、あと XSX ショートとか多分 WXL ロングとかもうスーパーレアサイズはまだあると思うんですけれども、大体はいいところは抑えられていると思いますので、参考にしていただけたら嬉しいですっていうような感じです。ということでこちらの動画面白いと思ったら高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。あと Instagram、TikTok、フォローのほどよろしくお願いいたします。冬休みでした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。中目黒の古着屋、古着屋シミーをよろしくね。